はい、この問題もね、どっから手をつけてええもんやらね、ちょっと最初迷いました。それでね、これはね、いわゆる炭酸のね、変圧器の西側ですね。それとまあ透過やということが分かればですね、この 100V100V が直列につながって、真ん中がですね、ビューシュのね、設置工事してあると。いうことですね。それで、中性線がですねないと思ってこのですね20オームと30オームをね、電圧を出してで後でですね、こう中性線をですねアースに落としてで、電圧をですね、操作するということですね。とね、とっつきにくい問題ですけどね、ちょっとそれのね解説をします。こうありましてね、まあこうあったとしましょうかね。でこれ100V100V にしますわね。で、ここが20オームですね。でこれが30オームにしましょうかね。はい。で、これでね、ここの電圧ですね。ここの電圧はどうなるかですね。そうすると、これ書き直しますとね、20オームの30オームですね。これ200ボルトになりますね。はい。ほんなら、まあ、順当にいきますとね、電流ですね。これは、200ボルトを、20プラス30で50分の200ですから、これ4アンペアですね。そうするとここをですね、まあ、V の20、V の30しますとね、V の20は、何ぼなるか言ったら 4×20 で80ボルトですね。V の30はですね、4×30 で、120ボルトですね。足せば200になりますね。はい。でね、この考え方はね、どういうことかと言いますとね、これと一緒なんですわ。こうあってね、こうあるでしょ。これ、200ボルトで、ここにね、こういうね、20オームと、それから30オームと。ね。な、これ、かかる電圧はですね、これと一緒ですわな。これ。はい。そういうことなんです。ほんでね、ただ、っていうのは、この線からここはですね、いわゆる120ボルトです。そういうことですよ、これ。これね。この間は120ボルトです。そういうことです。これね。はい。ということは、これをね、もしね、こうあって、ここ0ボルトにすれば、ここは120ボルトですよ、ことでしょ。はい。ということはね、ここをね、アースに落とすということは、ここが0ボルトということですわ。ということは、ここはどうなるか言ったらね、マイナス100ボルトになる。これはどういうことか言うと、こう電池があるでしょ。プラス極はね、マイナス極よりですね、この場合ね、100ボルトですよ。100ボルト、電圧が高いことでしょ。ね。なら逆に言うとね、こういってね、こちら、マイナスはプラス側よりですね、100ボルト、電圧が低いことでしょ。ね。ということは、ここ、アースに落とすというと、ここが0ボルトになることです。ということは、ここがプラスですから、こっちがマイナス側は、マイナス100ボルトになるよということですよね。マイナス100ボルトになるんやけど、ここはですね、ここよりか、ここはですね、120ボルト電位が高いよということですね、これ。そうでしょ。はい。ということは、ここは何ボルトになるか言ったら、これは、20ボルトなんですね。ここね。はい。ほんで、こことここを足せば、差はですね、この、まあ、これ、
AB にしましょうかね。V の AB は 20V ですよと。ね。そういうことになるんですね。こういうふうにちょっとね、いっぺんやればね、どっちことはないんですけど、なかなか、わかりにくいんですね。はい。で、まあ、これもですね、これ、ここ、アースに落としてあるわけですね。でも全くだから、これ、同じことですわ。それではね、ちょっとややこしい、これも問題ですけど、これやってみます。こうですね。はい。ここの V の AB はいくらかですね。V の AB はいくらかと。こういうことですね。はい。まず、これ、考えるときにね、こう考えればいいですからね。こう書いてですね。こうですね。これ 200V で、20 Ω の30 Ω ですね。はい。そうしますとですね、ここですね。ここ B ですね。V の B は200かけ20たす30分の30ですね。50分の200かけ30ですから、120V ですね。はい。ということは、これですね。こっからこれはですね、120V ですよ、ということなんですね。ところがですね、ところが、ここはですね、こっちから見ますと、ここ 0V でしょ。アースにしてあるから0V でしょ。でここはマイナス 100V なんです。で、まあ、ここもマイナス 100V なんですね。マイナス 100V から 120V アップということは、ここはですね、この 0V に対して 20V ですね。はい。V の AB はですね、20V と。こうなるわけです。ここがですね、これね、ここよりか 120V 電位が高い良いことですからね。だから今ここがマイナス 100V やったら 20V ということですね。マイナス100プラス120ですから、これ 20V になりますね。はい、こういうことになります。はい、それ次ですね。はい、これはですね、今度は書き換えますとね、こうなって、こうですね、これ150V ですね。はい。で、20 Ω の30 Ω ですから、はい、ここですね。ここ B にしましょうかね。V の B ですね。V の B はどうなるか言ったら、これでですよ。ここが 150V したらですよ。150×50 分の30 ですね。90V ですね。ということは、ここですね。ここよりか、90V ですね。電位が高い良いことです。ところは、ここはマイナス 100V でしょ。で、90V 電位が高い分やから、ここはどうなるマイナス 10V ですね。はい、したがって、V の AB は 10V ですね。まあ、厳密に言えばマイナス 10V になりますけどね。ここ 0V ですからね。はい、こういうことになります。はい、次ですね。これも、あれですね。V の B ですね。V の B は、ね、150×50 分の20ですから、これ 60V ですね。で、ここがマイナス 100V ですから、これがプラス60ですけど、これはマイナスの 40V と、こうなります。ここ 0V ですからね。したがって V の AB はですね、まあ、40V。まあ、こっちを基準にすればですね、マイナス 40V。こういうことになりますね。はい、これですね。V の B は、これですね。まあ、こういう関係でね、こういう関係で、まあ、ここ B 点にしましょうかな。な、V の B は何本になるか言ったら、150×50 分の30ですね。これ90V なんですね。ここ90V。ということは、ここはマイナス 50V ですけど、ここはプラス
90ボルトですから、ここは B 点はですね、40ボルトと、こうなりますね。はい。これはプラス4ですね。ここが0ボルトです。で、V の AB は、これはまあ、プラスの40ボルトと、こうなります。こっちの回路でいくと、V の B いうのは90ボルトになるわけですよ。これね。これ150ボルトですから。はい。しかし、ここをですね、真ん中をですね、アースに落とすとここが0ボルトになりますんで、したがってここがマイナス50ボルトになる。そこよりか90ボルト電位が上がるよいうことですから、ここがプラス40ボルトなんですね。したがって、V の AB は40ボルトと、こういうことになります。